好天に恵まれ何よりでございます。思ったよりあったかいので、府中や立川に比べると高低差はすごく少なくなってて、ほぼ水来たらやばいんじゃないかぐらいの高低差なんですが、そこが作られたぐらいなので、それなりに段はありました。たまたま駅前になっちゃったんで、駅前のお寺みたいですが、実は大昔からある玉泉寺に入りたいと思います。ボロボロになっていたのを北条氏が多摩川のこっち側に再建しました。だからつまりもうほぼ戦国時代再建、逆に言えば戦国時代からここにあります。他の群れの方に繋がってたんじゃないかなと言われてます。でここみんな大好き暗渠どう見ても分かる、向こうから猪形用水っていうこの辺の用水路で、まっすぐ来てここでね、こう直角にカーブしていたっていうのがよく、爪がありまして、そこから取った一本目だ。で多分、ね、もうちょこっとすると多分この畝のとまっすぐ行ったところに塚っていう写真が、ちょうど今あそこに屋根つけてますね。多分石室を見えるように見学室つけてます。で石室がどこにあったか、この2ページ目左下の左、井の方小川塚古墳の左上にある石室の絵が描いてあると思います。でもこの住宅街のど真ん中でよっぽど地元の人とたどり着けないよこの古墳この公園。石ですもんね。触ったが作った台帳を見ると、上りとは多摩川の北側と書いてあったんです、書いてあるんです。つまり中世の室町時代の頃は上りとの向こう側多摩川流れていた、もっと南の、そのぐらい大きく変わって、これの橋の名前をどんだけ調べても分かりませんけど書いていいんですよ、橋の名前が書いてあるのを残しておいてほしいなと思って。確かに、ここはあれか。でここでですね、3ページ目に入ります。3ページ目に一番下、石橋供養塔って書いてあります。で鎌倉街道は両方どっちも候補こっちからぐるっと行く方が最短距離なんだけど、まっすぐ行くとちょうどね天理へ行って古い方につながるので、あまあ両方どっちかが昔はメインで使われていた。まあ、当然ね、鎌倉街道が通った鎌倉時代にはここも橋ないので、人工の用水路だから。
鎌倉街道伝承があったので。武州世田谷寮泉村岩州石井何菓子って書いてあります。美味しいな。考えられて6世紀前半というと仏教伝来って言われてるのが537年ぐらいかな。聖書を説く大使と言われるみたいな。ダメとは書いてないから大丈夫だと思う。登ったからといって谷間が出てくるとかそういうことはないと思う。やぶやぶで。自分の上にそういうのを置くってもどうかって言って。登ると結構これ高低差あって、ね、そう立派ですね。面白いね。いいすごい。というわけでこれが1651年の鳥居です。で江戸時代が始まったのが1603年なので初期です。家光の時にこうかな。江戸時代に、ね、石ヶ谷氏が馬場を作ったりとかいろいろした関係もあって結構道筋が変わってるかな。ではちょっと戻る。でこの裏がちょっと削られちゃってるんです、ね、でちょっと勝手にお庭なんであれなんですけど見る人が見ると断面に地層が出てて、あの積み上げた様子が分かるそうですね。あとさりげなく一応これも稲荷大名明治時代に建てた。
あんま都心部の方のちっちゃい稲荷って見ない気がするんだね。前に突き出してるやつ、あんま見ない。飯田塚もですね、墳頂にお稲荷さんが祀られておりまして、この微妙に微妙に高いとちゃんと残ってね。これが今は切って実際30メートル級のサイズで6世紀前半ぐらいだと言われてます。だからちょうど500年代の頃に、400年代、今度500年代にこの辺に大きな集落があって、でも古墳自体は昔の、先月行った蓬莱山古墳とかのような、前方後円墳のような大きさはないので、そこまでの大主張じゃない。その代わり、いっぱい作られているので。ダグラっていう地名でこの辺一帯が、まあダグラがあったんですよ。なのでこの後ろもダグラ塚と呼ばれてました。でこのダグラ塚古墳ですが、このビルの管理人さんに来てくださいと。いいですよ。どういう人なんだ。はい。で出るときにドアだけ閉めないといけないのでいいですよ。言われたんで。無理な。はい、どうぞ。どうぞ、俺が言うことじゃない。終わりたいっていう方はここで駅前に。もうちょっといいよっていう人はこのままちょっと川柳寺に行って弁天様を見ましょう。いいですか。はい、うん、ここはね、でこの辺の湧水が昔からあって、ただ一応お寺の伝説ではもう日本中どこにでも同時に現れた両弁宗図っていう村神社のお坊さんがいて、東大寺作った人ですね、がここで祈りをしたら水が湧いてきたということになってます。
皆様長い間ありがとうございました。こちらでゴールとなります。ちょっと長くなりました。だけどなんかちょっと盛りだくさんって声が聞こえましたが、でも一駅しか歩いてない何時間かけて一駅歩いてるんだって感じになってですが、で12月の頭の駒込駅っていうと六義園が紅葉のライトアップをしているので、まあ、紅葉のライトアップに行きたい人のウォーミングアップにもいいかなと思って、ちょっとそういうコースにしてみました。でまた興奮とりあえず一つは登れます。来月でまた来月もよろしくお願いします。ありがとうございました。